命あるところに希望はある。そして希望があるところに命がある。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。俺、最近、めっちゃ落ちている。何あった？なんだかすることやること全部、裏目だ。そんなに落ち込むな。冬来たりナバハル島からじだ。お、いいな。そういうのもっと欲しい。心に刺さる言葉をくれ。言葉が欲しい？欲しい欲しい。よし、それじゃ、今回は第二次世界大戦をより深く理解できる11人の言葉を紹介するぞ。不倫は文化だ。的な名言をもらえる感じなんだろ？名言というよりそれは名言だ。私はボクシングで360度、人生が変わりました。バイボクシング世界チャンピオン。360度。元に戻っているな。一線は超えていません。国会議員。一線ってなんだ？今回は、そんな名言ではなく、第二次世界大戦をより深く理解できる言葉を紹介するぞ。中には今を生きる私たちにとっても心の糧になる名言もあるかもしれないから、最後までぜひ、見てほしい。戦争という過酷な時代を生きた方たちの言葉は、一線を越えて、刺さりそうだ。一線ってなんだ？恒例の第二次世界大戦のグッとくる名言シリーズ。楽しみだ。恒例って、この企画も今回、初めてだぞ。そのセリフ、コピペじゃないか？でへ。当時の人たちの言葉で第二次世界大戦をより深く理解してほしい。それが名言と思うかどうかはマリサ次第だ。耳を暖房にする。ということで、ゆっくりしていってね。まず一人目は物量で圧倒的に劣るアメリカと日本が戦争を始めた理由、そして、その後の日本軍の戦いぶりを象徴するような言葉だ。どなたの言葉だ？東条英機だ。意外なところから来たな。第40代内閣総理大臣。在任中に太平洋戦争が開戦した東条英機。彼は戦後、永久戦犯として東京裁判にかけられ絞首刑となった。太平洋戦争を語る上では欠かせない人物だな。日本はアメリカと開戦。時の総理大臣は東条英機。臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部、12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れる。東条が太平洋戦争開始から1ヶ月後、まだ日本が優勢だった頃の1992年1月、国民に語りかけた言葉だ。なんて言ったんだ。物には限りがありまするが、ただ、無限にして無尽蔵なるものは、実にこの精神力であります。精神力まさに根性論だ時代だな。東条英機が退陣した後、戦局が悪くなってからも、精神論で打ち勝とうとしていたところがあったからな。前回の本土決戦もそんな話だったもんな。陸軍の東条の次は海軍大臣を務めた長野修身の言葉だ。長野修身は海軍の未兼職、連合艦隊司令長官、海軍大臣、軍令部総長をすべて経験した唯一の軍人だ。終戦後、永久戦犯の容疑で東京裁判中に巣鴨プリズンで急性肺炎を患い死亡した。彼はどんな言葉を残したんだ？こちらも当時の日本の空気を表す言葉だ。戦って余心ば勝たずとも、五国に徹した日本精神さえ残れば、我らの子孫は再三再起するだろう。余心ば勝たずともか。続いて三人目は当時の軍人の死生観や生き様を知れる言葉だ。どなたの言葉か？若林東一中尉だ。開戦時、香港でイギリス軍に夜襲をかけて戦果を上げてその名を馳せ、香港攻略戦の英雄として知られた軍人だ。若林中尉がガダルカナル出征する際、母親宛てに送った手紙の一節だ。咲いてボタンと言われるよりは散って桜と言われたい。当時の軍人の美学という感じかな。若林中尉は本当にガダルカナルで戦死された。戦争はやはり悲しい。ボタンでなく桜か。続いては、イギリスからこの人の言葉を紹介するぞ。この方の言葉はなんだかかっこいい。かっこいい名言ということは A ちゃんだな。俺はいいけど、矢沢はどうかな？ウィンストン・チャーチル。元陸軍軍人。1940年65歳の時、イギリス首相となり第二次世界大戦を勝利まで指揮した。就任後、しばらくドイツの空爆に耐える時期がイギリスにはあった。そんな厳しい状況の中、チャーチルは国民を鼓舞し続けた。鼓舞？頭ぶつけたか？国民を奮い立たせたチャーチルの言葉を4つ続けて紹介するぞ。タコが一番高く上がるのは、風に向かっている時である。風に流される時ではない。
夢を捨てるとき、この世は存在しない。変転する状況のただ中で、一人の人間が終始一貫性を保つただ一つの可能性は、すべてを支配する普遍の目標に忠実でありながら状況に応じて変化することである。現在、我々は悪い時期を通過している。時代は良くなるまでに、おそらく現在より悪くなるだろう。しかし、我々が忍耐し、我慢しさえすれば、やがて良くなることを私は全く疑わない。確かに頭にこぶというより、心がこぶされるな。ちなみに、チャーチルはドイツの勝利の後すぐ解散総選挙をしたが敗れて退陣している。イギリスは戦争には勝利したが、国力をすり減らして、超大国の座をアメリカとソ連に譲ってしまった。人を鼓舞する言葉を持つチャーチルも万能ではなかったんだな。続いてはアメリカ人カーミット・ビーハンの言葉だ。ビーハンは何した人だ？長崎県長崎市に原子爆弾を投下した爆撃機 B-29 ボックスカーの爆撃手を務めた軍人だ。どんな言葉を言ったんだ？人類の願いのような言葉だ。私が最後の原爆投下者であってほしい。原爆を落とさなければならなかった宿命を背負った人物の言葉か。この言葉通り、原爆投下者はもう出すべきではないよな。激しく同意だ。ハゲ同。続いては辻正信陸軍大佐。ノモンハン事件からマレー作戦、ガダルカナル島の戦いなどで参謀を務めた人物だ。第一回の北進か？南進か？で陸軍を南進に導いたと紹介した人物だな。よく覚えていたな。第一回、よかったらみんなも見てくれよな。辻大佐は作戦の神様と言われる一方、いろいろと非難も多い人物だが、幼年学校を首席で卒業するなど、優秀な頭脳を持っていたことは間違いない。そんな彼の言葉だ。本当の敵は、強い相手ではなく、無能な身内である。なかなか鋭い言葉だな。今も仕事のプロジェクトとかで、巨大な敵より無能な身内に足を引っ張られることありそうだし。ちなみに、辻は戦後、国内外で潜伏した後、戦記を上司しベストセラーに、国会議員にまでなった。しかし、参議院議員在任中の昭和36年4月に視察先のラオスのジャール平原で行方不明となり、昭和43年7月20日に死亡宣告がなされた。数奇な人生だな、波乱万丈すぎる。続いては、ハンス・ウリッキ・ルーデルの言葉だ。その人はどんな人だ？ドイツ空軍の軍人で、独ソ戦で凄まじい数のソ連戦車を撃破した。その数、どれぐらいかわかるか？空から戦車を撃破するの難しそうだから50ぐらいか？ぶっぶー。正解は500両以上だ。以上だ。ウルリッキ・ルーテルは、ソ連戦車500両以上と800台以上の車両を撃破する戦果を挙げたと言われて、しかもこれは確認できた戦果であり、実際には無断で出撃したり、部下に戦果を譲ることがあったとされるため、正確な数は不明らしい。無断で出撃戦果を部下に譲るなんか GTO 的な破天荒さだな。GTO 例が古くないか？お前いくつだ？なぬ？ウルリッキ・ルーテルは、その戦功から、騎士鉄十字章の最高位の、黄金柏馬剣付きダイヤモンド騎士鉄十字勲章、を授けられた。ダイヤモンド永遠の輝きだ。この勲章の受章者はウルリッキ・ルーテルただ一人。スターリンからは、ソ連人民最大の敵、と呼ばれ、ドイツのフェルディナント・シェルナー陸軍元帥からは、一人で一個師団の価値がある、と評された。そんなエースパイロットはどんな言葉を言ったんだ？自らを勝ちなしと思う者のみが、真に勝ちなき人間なのだ。しびれるな。ちょっと恋した。ウルリッキ・ルーテルは、ドイツ敗戦時にアメリカに投降。戦争で足を失うもスポーツ愛好家として人生を楽しみ、実業家としても成功した。自らを価値ある者として、価値ある人生にしたんだな。続いてもエースパイロット。日本人の坂井三郎海軍中尉の言葉だ。戦後、大空の侍という著書を記し、撃墜機は自称64機。大空の侍。ガダルカナル島の攻撃に参加した坂井は敵からの攻撃で右前頭部を挫傷して左半身が麻痺。さらに、右目も負傷。景気すら満足に見えないという重傷を負った。坂井は被弾時のショックのため失神したが、海面に向けて急降下していた機体を半分無意識の状態で水平飛行に回復させ、負傷の状態から機関は無理と考えて体当たりを画策するが敵艦を発見できず、機関を決意する。不死身だな。でも、そんな重傷で機関できるのか？坂井は、まず止血を行い出血多量による意識喪失を繰り返しながらも、約4時間にわたり操縦を続けてラバウルの基地までたどり着き、奇跡的な生還を果たした。不死身の侍だ。
堺は、正常な着陸操作ができる状態ではなかったため、高価格と侵入速度のみをコントロールし、ヤシの木と同じ高さに来た時、エンジンを足で切って惰性で着陸するという離れ技をした、という。ミッションインポシブルトム・クルーズだ。そんな彼の言葉だ。運命だからと初めから諦めちゃいけない。運命とは命を運ぶと書く。自分の命を自分で運んで、自分の道を開くしかない。奇跡の生還を果たしたパイロットの言った言葉だけに説得力ありまくりだ。続いてはかの有名な提督。山本五十六連合艦隊司令長官の言葉だ。まずは有名なところから。やってみせ。言って聞かせて。させてみせ。褒めてやらねば、人は動かず、話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず、やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。多くの部下を指揮していた司令長官ならではの言葉だな。もう一つ、この言葉も司令長官ならでは。実年者は、今時の若い者などということを絶対に言うな。なぜなら、我々実年者が若かった時に、同じことを言われたはずだ。今時の若者は全くしょうがない。年長者に対して礼儀を知らぬ。道であっても挨拶もしない。一体日本はどうなるのだ、などと言われたものだ。その若者が、こうして年を取ったまでだ。だから、実年者は若者が何をしたか、などと言うな。何ができるか、とその可能性を発見してやってくれ。本当に、今時の若い者にも聞かせたい言葉だ。続いては、駆逐艦イカズチの艦長工藤俊作少佐の言葉だ。太平洋戦争開戦から2ヶ月後、1942年2月スラバヤ沖海戦で撃沈されたイギリス海軍駆逐艦エクセターとエンカウンターの乗員422名が海を漂流していたところを、工藤が艦長を務める駆逐艦イカズチが発見した時の言葉だ。敵兵を救助せよ。いつ敵に攻撃されるかわからない海域で、工藤は、イカズチの乗組員の倍近い敵兵を助けた。敵に死を送る的な武士道精神だな。最後はこの人の言葉で終わるぞ。世界で一番幸せな男の著書を持つエディ・ジェイク。アウシュビッツ強制収容所を生き抜いた方だ。命あるところに、希望はある。そして希望があるところに命がある。アップ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。趣味の範囲だからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟だけど、ぜひ、新作情報をお知らせしたいのでチャンネル登録、よろしくお願いします。